アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はポートデルッシーからお届けします。まずは日本からの到着者数です。4月9日、1759名、10日、1605名、11日、1826名、12日、1296名、13日、1654名、14日、1693名となっています。世界最高峰のエンターテインメント集団として知られているシルク・ド・ソレイユがアウトリガー・ワイキキビーチ・コマーホテル内に常設公演を行うことが発表されました。今回シルク・ド・ソレイユがオープン予定となっているのは、以前マジック・オブ・ポリネシアショーが行われていた2万平方フィートを有する劇場で、今後約800席を有するホールの改装を行い、何年にもわたってシルク・ド・ソレイユが行われる劇場として利用する予定であるとしています。またハワイ文化を取り入れることを計画しており、キャストの大部分についてもハワイのアーティスト、ミュージシャン、パフォーマーになるとのことです。シルク・ド・ソレイユのオープンは2024年後半になる見込みとなっています。オアフ島のワード地区にあるサウスショアマーケットプレイス内にある人気レストランスクラッチキッチンが4月14日ハワイ海に新店舗をオープンしました。今回スクラッチキッチンの新店舗がオープンしたのは、以前にアウトバックステーキハウスがあった場所で、スクラッチキッチンではアウトバックステーキハウスに勤務していたスタッフに再雇用を打診、約 90% のスタッフがスクラッチキッチンで雇用されるとしています。ハレクラニの姉妹ホテルハレプナワイキキに新レストラン海 by ビクラムガークがオープンします。ハレクラニで数年間エグゼクティブシェフを務めたビクラムガーグ氏がオーナーシェフとして開店します。4月17日より朝食営業午前7時から11時までを開始、5月14日よりディナー営業午後5時から10時をスタートする予定です。海はオーシャンハーベストという料理コンセプトのもと、海洋の持続性をテーマに、インド出身でありクラシックなフレンチの修行を経て、ドバイ、東京、イギリス領バージン諸島、そしてハワイと様々な国でのシェフとして経験を積んできたガーグ氏独自のメニューとなります。ザ・カハラホテル&リゾートがロイヤルハワイアンセンターのシーカン1階に同ホテルのオリジナルグッズを販売するショップシグネチャー・バイ・ザ・カハラを4月24日にオープンします。カハラホテルのお土産として有名なチョコレートマカダミアナッツをはじめ、ショートブレッドクッキー、パンケーキミックス、フルーツジュエリー、カスタムブレンドコーヒー、リゾートアパレルなどがワイキキでも購入可能となります。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。